天外の花は宮尾富子の小説。また、同作品を原作としたテレビドラマ、舞台でも上演された。小説は、徳島新聞に1996年8月25日から1997年2月23日まで連載された。ドラマは、NHK 総合テレビで1999年11月6日13日に2週連続で放送された。 養護施設で育った平田真子は中学卒業を機に徳島県鶴木山の山中にある献身社宮寺の白塚国太郎、杉夫婦の幼女となりみことしての生活が始まる。山に住むのは白塚夫妻、速攻所の職員、下記に山小屋を営む佐川一家だけ。電気も通らず訪れるものもほとんどない、寂しく厳しい生活ながら山に咲く花々は、 玉子の慰めだった。白塚夫婦の愛情、速行所職員の吉田、山小屋を営む佐川とその家族に温かく見守られ、玉子は成長する。玉子も、実の親同様に、白塚夫妻に尽くす。しかし、だれで、吉田が遭難、病気がちだった母、杉が、相次いで亡くなり玉子は、山での生活に疑問を感じ始める。ある日、 山中で倒れている男を発見した玉子は必死の思い出神社まで男を運ぶ。男は東京からキレンゲ小を撮影に来たカメラマンの苦悩だった。玉子の看病を受け養生を続けるうちに互いは次第に惹かれてゆくが苦悩には東京に妻がいた。妻と離婚で然の状態の苦悩はきちんと離婚をして再び県山に来ることを誓い東京に戻る。 タマコは佐川の息子、ノリオから執拗に求婚され一度は傾くが断る。苦悩との出会い、別れ、再会。キレンゲ昭和をはじめ、県山に咲く花に囲まれた無垢な少女の成長を描く。養護施設で育つ。中学卒業とともに、白塚夫妻の養子となる。献身者の新職。タマコの養父。愛情と厳しさをもってタマコを育てる。 国太郎の妻で玉子の養母。病弱で玉子を迎えてほどなく死亡する。速攻諸職員で、通年山頂で生活する数少ない存在。玉子を可愛がるが流れで、遭難死する。山頂で山小屋を営む。冬場は、一家で里に降りる。佐川の息子で玉子の友達。次第に、玉子に恋愛感情を抱き必要に求婚する。 東京からキレンゲショウマを撮影に来たカメラマン。山で大けがをして、タマコに助けられる。苦悩との結婚生活は事実上破綻している。苦悩を迎えに県山を訪れる。地に咲く花展に咲く花1999年1月、舞台化され、新橋演舞場で上演された。松高子発の座長公演でもある。ありがとうございます。